まあ、山口から来て、会社だったりいろんなスポンサーだったり仲間の期待とか、家族にいっぱい迷惑もかけてると思うんでいろんなものを背負ってきたんで、今大舞台で勝ててほっとします。やっぱり、まあ、でも組んだ感じ、なんか体幹強かったなって感じですけど、まあ、得意のアームロックとかはパンツとかは警戒してたんですけど、そこはうまくかいくぐって自分の試合ができたかなと思います。負け越してると思うんで、次戦も勝って勝ち越して、まあ、1個ずつ勝っていけたらいいなと思います。対外国人に向かっていくという流れもあったと思うんですけども、そんな中で小島選手が次に戦ってみたい相手っていうのは どなたか具体的に思い描いていらっしゃいますか。まあ、終わったばっかなんで具体的にはないんですけど、やっぱり今外国人選手いっぱい入ってきてすごく、なんか強い選手がいっぱいいるんで、まあ、そこに向けて鍛え直していきたいなって、特に誰とかはないんですけど誰が来てもいいように調整していきたいなと思います。よりこうフィジカルが強い相手でも今日みたいな一本勝ちをできる。そうですね、僕の持ち味はそれなんで、貫きたいです。わかりました、ありがとうございます。中央アジアの3人、ノジモフ、ダウトベック、シェイドライフ、その3人の中で真島選手的には誰が一番強いと思ってますか。ちょっと名前と顔は一致しないんですけど、まあ、武田選手やった選手めっちゃ強だなと思いましたじゃあそのあたりとやってみたいなっていう気持ちは。そう、ちょっと組んでみたいなと思いますね。はい、うっす、ありがとうございます